ビグサイズフィットネスの吉山です。前回紹介させていただきましたバックランジとバックランジからのニーアップ、こちら試してみたでしょうか。そちら側の補足の説明とさらなるレベルアップの種目を紹介したいと思います。さらなるレベルアップというのはウォーキングランジという種目なんですけども、そのまま歩いていくという種目ですよね。以前私のパーソナルトレーニングとか受けていただいた方はなんかしょっちゅうこれやるなっていうふうに覚えていらっしゃる方もいるかもしれないですけども、スペースが広いところであれば私は結構この種目が好きで取り入れています。この種目が安定して行えるように他の種目をやっているっていうような考え方も私は結構しているので、非常におすすめの種目になるので今回はそちらを紹介します。前回のバックランジを行った時にやや体前傾させて前足で蹴るっていうところをお伝えしたんですけども、そこにちょっと認識の誤りがあるといけないのでちょっと補足で説明させていただきます。通常のスプリットスクワット、綺麗な形ができて体幹がまっすぐの状態ができたら、体幹のまっすぐは変わらないまま前足に体重を乗せる感じです。今だったら前足の右足に乗せる。ここからこの右足で用意ドンで蹴ると走り出す時と同じ感じになります。前傾させるって言ってこうなってしまうと、結局いつも言ってる股関節の前側のみで体を支えるという形になってしまうので、こうならないようにしてください。ここが伸びたまま前傾している感じです。ここから前に上がるっていうイメージです。まっすぐがコントロールできたら前足のプッシュまで覚えていくためにこの形をやっていきます。決してこういう形にならないように。なのでバックランジがこういう形、確かにこれもお尻に効くんですけど、この形になるのはあまりおすすめじゃありません。伸びたまま前傾している、極端にやるとこういう形であれば OK だと思うんですけども、その違いだけ間違えないようにお願いします。ウォーキングランジっていうのは今の動きを繰り返していく形になります。ちょっとやってみます。今のような形になります。前回やったバックランジから上がる、この足を次の足に踏み出してどん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 前に歩いていくっていう形になります。片足のフェーズが含まれるので結構ぐらついてしまったりとか、うまくお尻で支えられないで次のフェーズに行ってしまうとぐらついたりします。なので全てのフェーズで結構コントロールが必要になる種目になります。ただ歩く動作はすごい大げさにやっているような形の種目で、実際の競技であったりとか左右均等に使っていくってところに対して非常にいい種目になります。でこれの種目がうまくできるように弱いところを補強する、例えば片側のこういう癖が抜けないのであればその前段階のスプリットスクワット、バックランジ、そういった種目ができるように、でそれの種目をやってもできないのであれば元々の硬さに問題があるからストレッチをしたりだとか、体の使い方を変えるために伸びた状態でこの状態で体を動かしたりとか、いろんな種目をやるっていうような、捉え方をしていただくと非常にいいかなと思います。最終的にはウォーキングランジ、非常に私のおすすめの種目になります。ここまで安定してできるかをぜひチャレンジしてみてください。またこの種目も何もなしでやるよりも重りを持った方が確実に安定します。姿勢が良くなるっていうところと、コア、お腹の活性化、お腹が安定するので重りを持った方がやりやすくなります。ぜひその違いも確かめて重りを持つのを怖がらずにぜひやってみていただければと思います。